京友禅、加賀友禅、東京手書き友禅の特徴は一体どのようなところなんでしょうか。それぞれの未来を担う職人さんたちに集まっていただきました。ではよろしくお願いします。お願いします。小倉さんは引き続き、はい、お願いします。志しめさん、そして吉田さん、はい、よろしくお願いします。皆さん、これ私はこの集いをなかなかすごいことだなって思ってるんですけど東京友禅、加賀友禅、京友禅が一堂に集まるっていうのは私はすごいなと思ってるんですけど皆さんこうやって集まられたことってあるんですか。初めてお会いになられますか。初めてですね。あ、そうなんですか。でもなんか早速先ほどお二人でなんか、はいはい、お仕事の話、はい、してるなって思ってあ、もともと会ったことがあるのかなと思ってた。共通の知人がいたので、うん、やっぱり基本的にはやっぱりその産地別々で若い人もやっぱ少ないので、うん、やっぱ嬉しいですね。あ、うん、近い人がいたっていうだけで。そうですよね。しじめさんは30代ということで、そうですね、若手、私前回までは江戸顧問の広瀬さんのところに行かせていただいて、で小倉さん の、はい、ところに行かせていただいたんですけど、若手と言われている人たち、さらに若いっていう、もう若、なんて呼ぶんですか、若若手って呼ばれます。そうですね、もう、まあ、基本最年少ってやっぱ言われますね。うん、珍しいんですか、やっぱり30代は、うん、そうですね、基本、まあ、京都も東京もなんですけど、やっぱ60代70代っていうのはほとんどで、やっぱり40代30代は少ないですよね。少ない。そうなんですか。結局今70、80の先生方がいまだに元気でやってるから、うん、いつまで経っても若造なんですよそっか、どこ行ってももうその方たちの下は若造ですもんね。お元気でやってらっしゃるのはすごくいいことですけどね。そうですね、素晴らしい。いやでも本当に今回お集まりいただいてありがとうございます。こう、私もそうなんですけど、その友禅はもちろん知ってるんですけど、その個々が何が違うのかっていうのをぜひ教えていただきたいんですが、まずじゃあ吉田さんから、はい、京友禅っていうものは、はい、何ですか京友禅っていうのは、もちろん着物を作っている、帯を作っている技術の一つなんですけれども、もともと多分諸説ありますが、うん、最初模様を着物につけるっていうのは絞り染めが先にあったらしいんですね。で、それが、できなくなった時代がありまして、でその頃に京都で扇とかに絵を描いていた職人さん、はい、でその方が宮崎友禅斎さんというお名前の方なんですけれども、その扇の絵を描いてた職人が、じゃあもう直接着物に絵を描いたらいいんじゃない、うんうん、って言って始められたのが最初、友禅染めの最初と言われています、うん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 、多分、うん、きっと、うんうん、合ってます。そうで、線を縁取り書いて、糊で縁取り書いて、はい、その内側を染めるっていう、防いで染める防線の防いで染める染め方の一種です、うんうんうん、というふうに説明をしていまして、うんうんうん、で京都で特徴があるところは、糸目糊、私がやっているお仕事でもあるんですけれども、はい、糊で麻糊を使うときに素袄の赤い色をつけて糊を作ったりすることが、赤糸目って呼ばれる糸目を使うっていうのも一つの特徴だと言われています。確かにその糸目っていうと、はい、こう地色を染めないように使うっていうのがやっぱりあるので、はいはい、そう、そこにそもそも色をつけてしまう。そうなんです。糊ってもともと白だったり、まあ、透明になっちゃうものなんですけれども、うん、それを白い生地の上に白いものを置いちゃうと見えなくなっちゃうんですよ。で次染める時にどこに模様があるか分からなくなるので、うんうん、まあ、その目印のためにも色をつける。でただその素袄の色はしっかり染まらない、ちょっとぐらいは染まるかもしれないけど、うんうん、しっかり染めつかない色なので、うん、白い線であと糊取ったら残りますよっていう目印の赤い線です、うんうん、はい。じゃあ吉田さんが使われている糊っていうのは、はい、どんな糊なんですか。
その間のりと言われているもち米を練って作ったのりもありますし、うんうん、あとはゴムを溶かして作ったゴムのりっていうのも最近はたくさん使っています、うん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 、それは色がついている、はい、ついている。それは青色、大体青、うんですか。群青、そうです、ね、群青ですよね。水色の色が入った青ゴムの糊を使っています。面白いですね。小倉さんは黄色でしたよね。黄色、そうですね。あ、黄色なんですね、はい、うちは独自の色をちょっと作ってて、はい、普通の白いあのゴム糊に、はい、そう黄色、渋黄色混ぜて使ってます。なるほどなるほど、はい、ちなみにししめさんは。僕はあの加賀友禅っていうのは間糊っていう餅糊ですね、うんうん、もち米をあの叩いて柔らかくしてっていう、うん、で糊実はまあどこもそうなんですけど、見られました、あの筒に入れて引くの、はい、筒に入れて引く、そうで加賀友禅っていうのはあのそのもち米を使った糊が基本ですね。今だと 95% ぐらいの方はあの餅糊です。そもそもが違うんですね。じゃあそうです、加賀は間糊、京都はゴム糊っては大体ね、うん、言われてますね、うん、まだ餅のり、間のりもあるんですけど、うん、だいぶゴムのお仕事は増えているような気がします、うんうん、その特徴の違いは何ですか。先に友禅をするか後に友禅をするかっていうのが大きな違いです、うんうん、先に友禅どういうことでしょう。柄の中を先に友禅をするときは、はい、結局、先に友禅をするときって水溶、はい、間のりって水溶性なので、はい、あの全部あのなんて言うんだろうな、伏せて色を入れてこっちに入れても一、うんうん、回蒸し水元一回で済むんですね、うんうんうん、だけど先にこっちを地色を染めます、はい、でその時に一回蒸さないと結局色が定着してないから、はい、何か水とかついちゃった時にあのムラになっちゃったりとか、こうそこのあのシミになっちゃうんですね、うんうんうん、だからそのためになんていうんだろうな、ここの中をあのゴム糊っていうのは、油のものに関して言えば、うんうんうん、あの水を流してもそれだけは残るので、専用のドライって言ってあの専用の素材っていうか、なんだろうな、その液体で溶かして、うん、あの外すので。うまく言えないな。溶結みたいな。何回でも染めれる。染めれる。はい、ああ、なるほどなるほど。餅糊だと水で洗い流したら糸目も全部流れちゃうんです。一、はい、回で落ちるか一生懸命落とさないと落ちないかっていう。はい、なので僕も加賀友禅なんですけど、うん、ゴム糊使ってます。うん、ほう。なるほど。だから加賀で自分の師匠と、うん、まあ自分とって本当にごく少数ですけど、うん、ゴム糊はいます。なるほどね、ただメリットがやっぱあるので、細かい柄とか繊細に引けたりとか何回も染めれるっていうメリットと、地色が先に来るんですよ、うんうん、その地色に合わせて彩色できるっていう良さがあったので、僕はあのゴム糊です、うんうん、なるほどね、はい、まあ、技法によって変えるっていう、やりたい作品によって変わってくる、ね、はい、なるほど。あの吉田さん、その糸目のお話ありましたけれども、はい、その京友禅の、はい、どんなものがいわゆる京友禅なのかって教えていただけますか。どんなもの、うん、色だったりとか。京友禅は割と、うん、あのよく言われるはんなりしたみたいな表現をよくされると思うんですが、うん、優しい柔らかい色合いで華やかなものが多いと言われています、うんうんうん、はい、うん、なるほど、はい、柔らかめ、おなんか女性らしいみたいな色、作ってるのは男性だったりするんですけども、うん、職人さんはね、うん、男性の方がまた多いので、うん、でもすっごい優しい、華やか、豪華まではでもいかない、うん、あとは金箔銀箔を使って、うん、あの金彩こうキラキラさせたり、あ、すみません、こんな、あ、本当だ、そう、そうなんですよ、キラキラさせるのも割と京友禅はその特徴かなと思います。ラメラメ、これご自身の作品ですか。あ、そうなんです、はい、かわいいですね、ありがとうございます。あのこちらにあるのも吉田さんの、そうです、私の作品です。立っちゃいます、ぜひ、ぜひ私も私は職業が糊置屋といって、普段は着物の
色を皆さんが染める前の大果てを描いてる色の内側、あ、違う、外側を描いてる職人なので、はい、私が自分の作品を作る時はできるだけ糊だけで表現できたらいいなと思って作っています、うんうんうん、これはあの遠くから見ると太い線に見えるんですけど、近くから見るとあのすごい細かい線がこうビューッと走ってたり、すごい細かいですよね点々が入ってたいいですかそう、こっち側の帯は点々がやりたかった時期の作品でこっち の木尺の小紋の方は線が描きたかった時期の作品です前回私がちょっと糸目を小倉さんのところで落としてもらったんですけど、はい、まあ、当たり前なんですけど、はい、こんな細かい線は引けませんすごいですね。そうなんですよ、のり屋さんはどうしてものりだけで表現したくなってきてしまって、でもちろん普段のお仕事ではやっぱり友禅中に色を刺すための防波堤を作るっていうのがお仕事なので、普段のお仕事じゃないところではちょっと変わったことやろうかなと。でただ共有禅って分業制なので、はい、私たちは普段のお仕事は一つのことしかしない。そっかそっかそっか。なのでこの背景を染めてくださった職人さんは実は別の方で、もちろんオーダーはこういうのしてくださいっていう風にするんですけど、その引き染め屋さんと呼ばれる方がここまで仕上げてくださるみたいな。対して今日あの東京友禅はお一人でやられてますよね、はい、そうですね。それもまた東京友禅の特徴ではあるんですか、はい、そうですね、あの東京は基本的に全部できないと伝統工芸士になれないんですね。そうなんだ、はい、それはもう元からその、まあ、定款というルールがありまして、それで全部要は、図案構図からその糸目、友禅引き染めその仕上げっていう全部の工程が一通りできて初めて伝統工芸士になれるので、へ、はい、あの基本的には全部やれるようにしてます。ただ一応工房でいうと引き染めと蒸し水元以外をうちでやるような形で、うん、そう引き染めとそうですね蒸しは今、他の方にお願いをしてます、ね、なるほど、はい、対して加賀友禅は いかがですか。加賀友禅はあのちょうど中間というか、加賀友禅作家は、まあ、図案を起こして下絵描いて、あとはその糊屋さんに出して、で染め屋さんに出して彩色があの作家するっていう、うん、僕はあの小倉さんと一緒ですね、その染め以外は自分でっていうので、うーん、なるほど、うん、その私加賀友禅 の特徴もお伺いしたいんですけど、加賀はですね、あのやっぱ加賀百万石って言われるだけあって、やっぱその武家文化なんですね。はい、なのでその加賀友禅って言われる以前は、まあ、加賀染めって言われてて、うんうん、500年前ぐらいからそういう加賀染め梅染めって言われたものがあって、うん、でそれが、まあ、加賀友禅になってきて、加賀友禅って言われる前は本当にその染料もたくさんあったわけじゃないので、うん、まあ、今のねその東京友禅に近いような渋い地色と胭脂と藍だけとか、そういうのがスタートだったらしいです。色数が少なめっていうことなんですね。はい、で、まあ、昭和ぐらいになってくると、まあ、染料もすごい増えて、で加賀五彩って言われるような、はいはい、まあ、その五色を中心として、まあ、混色してもう多彩色になってったっていう変化がありますね。基本はやっぱ武家好みなのでちょっと落ち着いているというか雪国らしいっていうのが特徴かなと思います。あのこちらの作品も、はい、すごい気になってるんですけど、はい、これがいわゆる加賀友禅の特徴ですか。当てはまらない。これは当てはまらないんですか僕はどっちかというとちょっと加賀友禅の中で特殊というか、やっぱ工程とかもやっぱ違いますし、うん、なんか一作り手として、うん、その自分の感動したものをやっぱ表現したいっていうのがあるので、そのルールとか伝統ってものもやっぱ踏まえますけど、やっぱ自分のやりたいことをやるっていうのがやっぱ好きでこの仕事をしてるというか、だから結構その東京友禅に近いのかなっていうのはあります。素敵ですね。ちょっと拝見させていただきます。これはあの僕のふるさとがあのその地震の、あの被害の大きかった珠洲なんですよ。もう海と山と
もう自然しかないっていうような田舎のところから金沢に出てきて、まあ、修行することになったんですけど、その時の、まあ、その伝統加賀友禅伝統工芸展っていうのがあって、そこに発表する作品を、まあ、作ったんですけど、やっぱ普段から自分がその感動したもの、自分はその同じ景色でもこういうふうに見えてるよっていうことをやっぱ表現したくて、やっぱその自分の懐かしいよく遊んだその風景をばあちゃんと一緒に連れてってもらったその公園がここにあるんですけど、そのばあちゃんと遊んだその懐かしい光景をやっぱ実家里帰りした時に見た時にすごい輝いて見えたんですよ。だからその地色もやっぱすごい綺麗な色になりましたし、その時に感じる風の音とか匂いとか、そういったものをどうやってそう伝えようかなと思った時にこういう風な着物になりました。素敵ですね。風を感じる。これあの夏物じゃないですか。そうです。シャ、ローですね。はい。すごく素敵、この風景と夏物のローがいい具合で。今この思い出の場所はどうなってます？今はまあ隆起したってよくニュースで出てますけど、まあ、ここはその能登のちょっと内側だったので、まあ、そこまでは変わらずでしたけど、まあ、まだちょっとここに行くまでに道が塞がってて行けないんですけど、多分今行っても同じ景色がちょっと広がってくれてるかなとは思います。無事だといいですね。そうですね、とっても素敵です。でも私はもう本当全然素人なんですけど、これがどういう技法で作られてるんだなとこまでいかないんですけど、わかります？大体はわかるんですけど、ただこの奥行きは出せないです。奥行き、はい、すごいね、はい、背景が奥深く見えるんですけど、はいはい、すごく写実的だし、色のその奥までのグラデーションは加賀というかしめさんならではなのかなって拝見してて思いました。ね、まあ、加賀は写実的とはよく言われますけど、なるほど、着物は基本そのスケッチとかしたりして、その花とかの形をデザイン的に解釈して文様化して平面的に見せないと着物として成立しないってよく言われてたんですけど、僕はそれはどうかなというのもあって、まあこれ写実的で奥行きもちょっと出してみようかなっていうのは。確かにそうですね、本当に絵画みたいな奥行きがあって、私雲の色味がすごい好きなんですけど、これもやっぱその職人としてのやっぱ腕の見せ所というか、そういうところもやっぱ詰め込んでますし、3回も地色染めてますし、3回、はい、やっぱその同業者というかやっぱ見てやっぱどうやって俺はこうやぞっていうのを主張できるものはやっぱものづくりとして していきたいんで、そこはやっぱ込めてますね。素敵ですね。しじめさんがおっしゃってたんですけど、先に地染めするのは。そうですね、うちもそうなんです。そのメリットというのは、先ほどもちょっと話したんですけど、うち、地染めは、他にお願いをしてるんです、ね。はい、でなので例えばその色、じゃあこのグレーを染める、で、その時に例えばその引き染めが上がってきた時に色が思ったよりも系統が違ったりとか、濃く上がる、薄く上がるっていうことは手でやってる以上あるんですね。でその時にその色に対して中の色を調整できるんですね、後から。ああ、はい、確かに、はい、そうですね、はい、だから先に色を、柄の中を入れてしまうと地色が変わってしまった時にどうしてもその対応ができない。なので先に、引き染めをしてもらって、それから僕らで中を色を入れるっていう感じでうちはやらせていただいてます。なるほど、はい。しじめさんもそうですね。なのでやっぱ濃度が違うとこの白い色はやっぱこれ以上地色が濃いと白が強くなりますよね、はい、でもこれ以上地色が薄いと白があまり目立たなくなるっていう、だから先に彩色しちゃうとその計算ができなくなっちゃうんですね、なるほどね。やっぱりその地染めを先にやるのが一番いいですよね、きっとね。まあ、作家さんによってもまあ、その先に彩色した方がダイナミックな彩色になるっていう考えの方もおられますし、その作家さんのやっぱ考え方次第ですね。
あとやっぱりあの僕ら使ってるゴム糸目と、はい、さん使ってるあのマノリだと、はい、やっぱりその上がりが若干違うんですよ、風合いが。でだからやっぱりマノリを使ってるかっていう方もいらっしゃるので、あそうするとやっぱりどうしても先に友禅をしないと流れ的にあの、はい、できなくなってしまうので、あいろいろあるんだな。だからそれぞれの多分どこをこだわるかだと思います。そうですね、作り手の彩色の色一つとってしても染料っていうのを蒸して色を生地に定着させるんですけど、あの結局その蒸す前の色と蒸した後って発色具合違うんですよ。あそっか。だからその彩色する時もその蒸し上がった最終的にこうなるやろうなっていう色をあの全部計算して彩色していく。もうそこは経験ですかね。はい、経験とやっぱデータ。データ。僕はあのその職人の勘っていうのもまあ必要な部分も出てきますけど、基本はもうデータだと思ってます。こういう色を使ったらこういう色になるよだとっていうデータ。まあそれはあった方がいいですよね、もちろん。あでもなんかこう未知の領域な部分がすごくあるんだなって。あのお話聞いてて思いますね。その季節によっても色も変わるってお話ありましたけど、うんうん、なかなかね、うん、すごいすごい話だなと思ってお伺いしてるんですけれども、ではじゃあ小倉さんの作品を見に行きますか、はいはい、遠足みたいな、はい、私ここでいいですか、はい、もういわゆるこれは、はい、東京手書き友禅、そうですね、お象徴したようなものですか、はい、だと思います。あの東京手書き友禅っていうのはあの色がやはりあっさりしてて多彩なものを、刺す、一般的には刺すんですけど、その中で私はちょっとあの、まあ、ヨーロッパの、ある場所行った時にそこのモチーフをこう自分の中でアレンジしながらちょっと作りました。だから、まあ、色数はこれ、まあ、ネズミとあとシュとあと茶と、実は3色しか使ってないんです、ね、でただその代わりそのネズミを、の中で細分化すると5色で茶も4色朱も4色という形で色のグラデーションで表現しました。細かいですね。であともう一つ見ていただきたいのがその糸目の糊の色ですね、はい、で本来はあの、白かあの群青って言ってちょっと青っぽい水色っぽい、はい、あの色を使うんですけど、うちは、そこに黄色い、色を混ぜて、糊を置いてます。あ本当に結構黄色く出るんですね。そうですね、はい、で、これがなぜかというとやっぱりあの、まあ、うちは割とあっさりした感じ引き算で、着物を作っていくんですけど、その着た時にやっぱりあのお客様がお持ちの帯とこれを合わせた時に初めてそのあとお客様込みで、100% になるよ。なので白に主張しすぎないようにっていうところで、はい、糊を置いてます。だから逆に言うと立体的ではないんですね。そうですね、はい、こう平面で捉えてるって先ほど志野さんもおっしゃってましたけど、全く違くて全くいいんですけど、素敵ですよね。だから逆に羨ましいです、うん、立体的に描ける志野さんが、うん、でも逆にその色数絞るっていうのも僕らからしたら難しいんですよ、うん、すぐ色の多さに頼っちゃったりとか、うんうん、先ほどおっしゃってましたけど、はい、あの色原色の数が何、はい、一応今100色100色あって原色だけで100色ですよね、はい、そしたらもっといろんな色作れるってことですよね。だから多分京友禅も加賀友禅も友禅やってるものはみんなそうだと思うんですけど、色原色そのままだったら使うことってないんですよ。だからあのその時にその色と色を混ぜて作るので、そこにあの個々のそのなんだろう違いだったりとか作家それぞれの、意図が出てくるのかな。面白いですね、はい、全然違いますね、はい、この3つの友禅。だからあの慣れてくると、うん、この地色見ただけで、あこれ誰々先生の地色やなとか、うん、そこの先生の一門の、はい、その、うん、ずっとやっぱ引き継がれとる色ってあるんですよ、うん、そこはやっぱ伝統、良き伝統なんでしょうね、うん、そうです。だから多分糸目だけでもやっぱり違うし、多分京都とかだったらそれこそその師匠の受け継ぎってずっとあると思うんですよ、はい、でこの系統この系統って多分違いますよね。ありますね、うん
厳密にはあの何がどうっていうのはあんまり言うと多分怒られちゃうので言えない、うん、あのそれぞれのところでやってらっしゃるものなので言えないんですけど、やっぱり色で見て、うん、あこの先生だなとかこの一門だなって、ノリもあこういう系統をやるのはあの先生のあたりだろうなとか、でそれこそ金彩の職人さんとかもたくさんもちろんいらっしゃるんですけど、はい、この金はどこそこさんの金やなとかあ金の場所まであります。金の場所種類とか使ってるものとか、なんかその色味、金にもすごいたくさん色の種類があるので、金銀いろんな色があるので、あこれは何々先生のところだよねって言いながら、あの作品展に行くと見えると思います。面白いですね、はい、いやめちゃくちゃ面白いです、私聞いてて、うん、なるほどね、うん、あの皆さんこの業界でとっても若手と言われているあの方々なんですけれども、あの今回聞いてみたいことがありまして、そのこの業界あるあるっていうのを全く未知の私の領域なのであるんだろうなって思ってます。この業界あるあるを一つずつちょっとお伺いしていくんですが、日常生活で気をつけていること、まあいつも細かい作業をされていて、いろいろ支障も出てくるかなと思うんですけど、わかんないけど日々気をつけていることあります？一応この仕事は目と手がやっぱり一番大事なの で私はあの料理をもちろんお家でしたりするんですけど、うんうん、まあ、その時でも、まあ、気をつけてはいると思います、うんうん、まあ、無意識かもしれないんですけど、怪我しないどことか、特に利き手怪我しちゃうと、はい、もう何にもできなくなっちゃうの、これが仕事道具になるので、とかあとは目、もう目は大事にしたい。めちゃくちゃブルーベリー食べます。あブルーベリーですね。めちゃくちゃ食べます。根拠があるらしいので、ブルーベリーは。で、あのサプリメントとかもね、今はいいのが多分いっぱいあるだろうから、うんうん、それもきっと取ってれば体にいいのかなと思うんですが、私たちってあの座り仕事で動かない仕事なんです。うん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 、なのでどん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 もう体固まっちゃうし、うん、そうですよね、っていう風になるので、まあ、気づいた時にはなんか1時間に1回立ち上がるとか、あもう立つだけでもいいから1回動くみたいな、うん、で特に先輩の職人さんとかはこれ私じゃないんですけど、タイマー1時間に1回鳴るようにしてて、うん、でそのピッて音が鳴ったら1回立つみたいなことをなさってる方もいるぐらい、やっぱり動かなすぎる職業なので、そういう体の固まって整体に通うとかも一つなんですけど、そういうメンテナンスみたいなことはちゃんとしようと思っています。それはなかなかできませんが、ね、なかなかできませんが、ね、はい、どうですか小倉さん、あのこの業界本当まさにあるあるだと思うんですけど、職人あのぎっくり腰になりがちっていう、あやっぱりそうなんですね。あの僕ら友禅だったりリットメスする方って大体あのテーブルが低いんですね、うんうん、そうするとやっぱり皆さん長時間あぐらをかいてやる、そうするとやっぱり左右のバランスが悪くなって立った時にやっぱりなりがちなんですよね、うん、立った瞬間に立った瞬間だったりとか、はい、もう言ってしまえばこれぐらい低いですもんね、はい、そうですね、とかだからやっぱりあの左右のバランスが悪すぎてなりやすいそうです。うん、気をつけてることはありますか？なのでやっぱりあの僕は運動を元からする方なのでストレッチは相当します。うん、すごい、特に運動するときにさっきも言った怪我できないので、仕事でぎっくり腰だったらしょうがないねってなるんですけど、遊んでてぎっくり腰は多いってなるので、なので、うん、特に運動前とその仕事終わった後と、まあ、夜寝る前は必ず30分ぐらい、あの女子力高いんです。すごい女子力高め、力高いです、私より高い、はい、どうですか志修さんは。話聞いててやっぱあるあるですね、うんうん、やっぱ全然 若手作家って言われとるのに、やっぱくしゃみでぎっくり腰になった時は本当にショックでしたね。うわ、それは結構ですね、はあ、重症だと思って、やっぱ体のケアと目はやっぱ大切にしてますね、
じゃあ絶対、まあ、皆さんね腰の話をされてましたけど、うん、これは絶対やらないみたいなのってあります？あ、僕はあの雪かき落としちゃったね雪かきとボーリング、うん、確かにやっぱ自分でノリ引いて細かいからするんですよ、すごい、うん、なのでやっぱ雪かきしちゃうと、うん、やっぱ手震えちゃうんで、うん、その日仕事にならないんですよ、うん、次の日も。だからもう確かに基本やらないんですけど、やっぱ金沢って雪すごいんで、そうですよね、ここで雪かきしとかないと明日うちから出れないとか、うん、そんな、もううちでなんか遭難しちゃうんですよその時はやっぱやらないとダメなんで、それはやるん、そうです、もう仕事諦めてその日はもう雪かきして久々に動くから、うん、すごいビールうまいです午前中から飲みながら雪かきしてよかったよかった。でももういやおなくやらなきゃいけない時もありますもんね、うん、でも一番確かにやっちゃいけないかもしれない、うん、雪かきは、うん、ボーリングもそうかもしれないけど、どうですか、やないこと、絶対やんないこと。やらないのは重いものを持つ時にちゃんと腰を落としてから持つ、うん、一応若手の皆さんでございます、はい、あの そのままこう腰高い状態で持つとやっぱ腰に負担がかかっちゃうので、なるべく重いものを持つ時は、いや相当ですね、はい、その意識は相当、だから本当に同じ体勢でずっといるっていうのがやっぱ本当に腰に負担がかかるんですね。なんか下のものを取る時も、ね、はい、あの体からいかないみたいな、膝を曲げてこうしゃがんで取るみたいな、ね、戻ってこれなくなりますよね多分、うん、取った後、うん、すごいですね。私あのアフリカに行くことがたびたびあるんですけど、うん、あの活動で社会貢献の活動をしてるんで、うん、アフリカ大陸に行くんですけど、やっぱりその貧困地帯とかよく行くんですね、うん、でその女性たちってすごい畑仕事をやっぱりするんですよ。でなんですけど、その女性たちの畑仕事の仕方がこうなんですよ。すごいこうなんですよ。でなんでみんな直角なんだろうなと思ってこう行くじゃないですか、うん、行き、うん、でもその人たちによるとこういった方が腰に負担がないんですって。へ、骨格の違いなのかなとは、ね、うん、ね、思ったんですけどみんな赤ちゃんここに乗せてんですよ、うん、こうなんですよ。すごいなと思って、私戻る自信ないしそのままこうなるとそれもなんか腰の秘訣だって言ってたんで、どうなんだろうって、みんなで今度ちょっとねアフリカ遠征で、そうですね、修行してこない田植えをさせていただいて、いや大変ですね、腰痛に負けない体を作る、うん、うん、いやそんな生活の中で、私のルーティーン、ルーティーンにしてること、うんうん、あ、深爪だ、本当だすごい、あ、深爪だこれで長い方です、あ、長い、長いです職人同士の熱い話はまだまだ続きます。さらに友禅のあるある話もたっぷり聞けますよいい、めちゃくちゃいい、それ話っていうの好きです